これです。いきまーす。はい。これですよ。ティッシュか。はい。んでね、何があってね。まあ、赤のペンと、このペンを取り出したるんですよ。うん。これで、入ってるじゃん、色。うん。スキン、まあ、スキンケアと。スキンケア。スキンケアで、その、手をね、どう思うかっていうのを。こういうね、見たときにですよ、ここはね、あれなんよ、きめ細かさ、まあ、考えて分かれへんとすればね、きめ細かさで、ここはね、まあ、なんていうの、固まりなさ、固まりなさで、ここは、なんていうかな、その潤い、いで、ここはね、毛並みの良さ、毛のさって言い方があるんですよ。まずね、その、なんていうかな、精神的に生きろってことなんですよ。手から見せていいのかな、このくらい、これでいい、これだけにしようか。まあ何も塗ってませんよ、こういうの。まあこの、なんていうかな、関節の部分は多少こんな感じになりますよ、光になってからで。でこういう爪だと短く切ってるんですけど、こういうってのはちょっとね、手相がね、すいませんけど、こういうやつです。まあ、こう見るときめが細かいっていうことなんよ。でここはまあ毛並みの良さで、ここはただシャーナって固まらなければいいっていうか、なんかこんな感じ、こんなんで、爪はこう、こんなん潤ってると。何も塗ってませんよ、これで。ケアする方法として、潤いをキープするためにね、爪のよくね、こう油分を貯めるために、まあ、必ずね、水洗いするときにはゴム手袋するって言いますけど、それとは別にね、髪の毛の油脂とかね、こう頭でこう手串をするときに、僕は手のひらじゃなくて爪の甲の方でやるんですよ。死体から上げるときに、こう爪の甲の踏んで、さっとこう、もみ毛とこでもかけるっていうか、そのときにこう、頭皮の油脂を当てますね、爪に。で、手の甲自体のきめの細かさっていうのは、もちろんその化粧水なり、その塗った時に手にも余ったのをバーッと塗ってくると、その他にはお風呂の時に、まあ要するにその洗顔料を使用しないってことですよ。特別に自分で洗う時ありますけど、その時はまあ水で、手のひらだけを使って
洗剤使いますね、石鹸を。だからその石鹸を手の甲に当てないこと、お風呂に入るときにはもう軽く流すだけみたいな。もちろんシャンプー、リンスはいいもの使わないとダメですけどね、皮脂が荒れないような。で、毛並みの良さっていうのはその多少どうしても産毛って入ってると思うんですよ。まあいろいろ処理の仕方あるんでしょうけど、そのね、毛のなんて流れの良さを見とけっていうことなんですよ。一の腕の健康は一の腕のこの毛の、なんていうかな、よく有名なのがこう先に行くに従って細くなっていってる状態見ますこれ。こんなん、まあ、ちょっと心映ってるけど、こういう毛並みっていうか、これがこう毛並みがね揃ってこうふわっといってる状態で、空気を含む状態っていうのが自分の中のポイントなんですよ。まあそのいわゆる毛先が次第に細くなっていって健康的な様子であれば、いつの間にか肌もいいと思う。で、その関節のとこもね、っていうのは、まあ、もう一回見せるとこんなん、まあ、多少シワくれてることもありますけど、それには見せませんけど、これはいいんですよ、これ別に。これは別にいいんやけど、その硬くなってないってことが重要ですね、そこはね。で、その手とかね、その顔もそうやけど、その神経線がよくいってるってことは、精神的にね、元気でなきゃいけないって意味があるんですよ。要するに、手をね、こう出したときに、こう置いて、見ようかな。入る。この、と、出す。もう出す。力いっぱいは書いてますけど、なんていうか、その一挙手一投足が見られていることを意識しててね、それが意識されてないってこと、本人に。これは重要なことですよ。まあ俳優とか女優業っていう意味なんでしょうけどね、昔からそういうふうに見られるくらいの人でないとこういうのができないじゃないですか。力強く生きる女性の腕はたくましいですけど、そういう時に見られてることが分かる人っていうか、うちのあれじゃいろいろでも、しゃべりがうまいでしょ、やっぱり、うまいことを言うっていうか、まあ、聞かれてても分かるっていうか。こう書かない方が良かったかな、大丈夫かな。まあそうですか。これは男やから別に気にせんけど、よく書きますけど、こういう時にこうデザインっていうか、凝りすぎてもいけないんですけどね、そういう意味では。こんな感じで、フォローに入るとか。まあ、あえて、こういうところに。こういうことなんですよ。立体を加える。このところの立体派っていうらしいですけどね。そういうまあ書くとね、もうちょっと。こんなんでいいですか。もうちょっと書きます。こんな。
はい、いいです。パンチ系のってことでね。ます、もうちょっと。だんだんとしてる、だから例えるなら、こんな感じ。そうですね。はい。